こんにちは。今回は長編みの引き上げ編みで編むアクリタワシの編み方を紹介します。引き上げ編みで編むことで凹凸のある可愛い模様ができます。色違いで色々編んでみてください。一段目を編み図で説明します。今回は一段目、二段目、 3段目で完成します最初は鎖編み5目の輪の作り目を編みます1段目は立ち上がりの鎖編み3目を編んで輪の中に長編みを15目編んで最初の鎖編み3目のところに引き抜きます今回は浜中ボニーの糸を7 5ミリのかぎ針で編みます最初は鎖編み目の 輪の作り目からです。針を糸の後ろから入れて、くるりと回して、糸をかけて引き抜きます。そして最初のこの輪は緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。 鎖編み5目を編みました最初に緩めてある目に針を入れて引き抜き編みをします糸をしっかり絞ってくださいそして糸端もしっかり引いて輪を小さくしますこの輪の中に編みますこの糸端は編み込みながらいきますのでこちらに 回しておいてください。最初は立ち上がりの鎖編み3目を編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、 また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました編み地を寄せてください次も長編みを編みます2本の糸を引き抜きまた2本の糸を引き抜いて長編みが2目できました1段目は全部で長編みを 15目編みます編地を寄せながら長編みを編んでくださいここまで長編みを編みます長編みを15目編みました次は引き抜き編みをします最初に編んだ鎖編み3目の3個目の 上の2本を拾って、ここに引き抜き編みをします。1段目は、ここで引き抜き編みをして終わります。2段目を編み図で説明します。1段目で引き抜いたところから、2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編みます。そして、次は、 長編みの引き上げ編みを編みます。鎖編み3目のところに長編みの引き上げ編みを編みます。次は長編みのところに長編みを編み、同じ長編みのところに長編みの引き上げ編みを編みます。次も1段目の長編みのところに長編みを編んで、 同じところに引き上げ編みを編みますこの編み方を2段目はしますそして最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします次は2段目です。段目は糸を変えますクリーム色から ピンクに糸を変えます糸を変える時はここで引き抜かずに最後の1段目を引き抜く時に2段目の糸に変えます。ピンクの糸で引き抜いてクリーム色の糸はこのままにしておきます。少し引いてください。そして 二段目はピンクの糸で編みます。ピンクの糸の糸端は。二段目で編み込んでいきます。引き抜いたところから。二段目の立ち上がりの。鎖編み三目を編みます。鎖編み三目を編んで。次は。長編みの引き上げ編みを。 今引き抜いた1段目の鎖編み3目の鎖編みの部分を拾います。次は長編みの引き上げ編みです。針に糸をかけて1段目の鎖編みのところに針を入れ後ろから針を出して糸をかけて引き上げます。 長く引き上げてください。思いっきり長く引き上げて、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて、次はピンクの糸を編み込んでいきます。今、長編みの引き上げ編みを編みました。次は、次の長編みの頭のところを拾う 長編みを一目編みます。一段目の頭の2本を拾い、ピンクの糸端を編み込みながら、長編みを一目編みます。長編みを編み。今、長編みを編んだ一段目の同じ長編みのところに、長編みの引き上げ編みを編みます。 こののの長編編編みみみ部分の足をを拾って引き上げ編みを編みます針に糸をかけて長編みの足をこのように拾って糸をかけて思いっきり長めに引き上げて2本の糸を引き抜きまた残りの2本を引き抜いて長編みの引き上げ編みを 編みまました後ろはこのようになってますそして次の長編みのところに長編みを編む時にこの2本の糸に針を入れてピンクの糸も一緒に編み込みながら長編みを編みます。1段目の長編みの頭の2本を拾いピンクの糸を編み込んで ここに長編みを一目編みます。長編みを編んだら次は同じ長編みの足を拾って長編みの引き上げ編みを編みます。足を拾い針に糸をかけて長く引き上げて 長編みの引き上げ編みを編みます長編みのところに長編みと引き上げ編みを編み次の長編みにも長編み1目と長編みの引き上げ編みを編んでいますこの編み方を繰り返します次の長編みに 長編みを編みますピンクの糸を編み込みながら長編みを一目編み同じ長編みのところに引き上げ編みの長編みを編みます長く糸を引き出して引き上げ編みの長編みを編みますこれが2段目の編み方です この編み方をここまで編みます。2段目を編んできました。ここが2段目の最後のところです。長編みの頭に長編みを編み。長編みを編んだ同じ長編みのところに、引き上げ編みの長編みです。足を開く。 ここに長編みの引き上げ編みを編みます。思いっきり引き上げて、長編みの引き上げ編みを編みました。これで2段目ができました。最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをしますが、ここで糸を変えます。 ピンクの糸はここまでで、一段目に編んだクリーム色の糸に糸を変えて編みます。ピンクの糸は針にかけて、クリーム色の糸で引き抜き編みをします。引き抜いて、糸を少し絞ってください。これで、 2段目が編めました次の3段目を編み図で説明します3段目は引き抜いたところから鎖編み3目を編んで同じ引き抜いた鎖編みのところに長編みを1目編みますそして次は2段目の引き上げ編みをしたところに3段目も 長編みの引き上げ編み。次は長編みのところに長編み2目を編み。2段目の引き上げ編みのところに引き上げ編みを編み。長編みのところに長編み2目。引き上げ編みのところに引き上げ編みを編んで、最後は鎖編み3目に引き抜き編みをします。 次は三段目の鎖編み三目を編みます。立ち上がりの鎖編み三目を編んで、鎖編みを編んだ同じところに長編みを一目編みます。同じ鎖編みのところに長編みを 1目編みます鎖編みのところに鎖編み3目長編み1目を編みました次は引き上げ編みの長編みのところですここに長編みの引き上げ編みを編みます2段目の引き上げ編みのところに3段目は引き上げ編みを編みます 鎖編み3目長編みそして引き上げ編みのところに引き上げ編みを編みました次は2段目の長編みのところに長編みを2回編みます次の長編みの頭のところに長編みを2目編み入れて 次は2段目の引き上げ編みのところに長編みの引き上げ編みを1目編みます足を拾って糸をかけて思いっきり長めに糸を引き出して長編みの引き上げ編みを編んでください 長編み1目に長編み2目を編み引き上げ編みのところに引き上げ編みを編みます次の長編みのところにも長編みを2回編んで次は長編みの引き上げ編みをしたところにも 同じ長編みの引き上げ編みを編みます長く糸は引き出してくださいこれが3段目の編み方です長編みのところに長編み2目引き上げ編みをしたところに引き上げ編みを編んでいきますこれをここまで編みます 3段目の最後のところです最後のところで長編みのところに長編みを2回編みます1目に2目の長編みを編み次は引き上げ編みの長編みのところに 長編編編みみみの引き上げ編みを1目編みます最後は引き抜き編みです。立ち上がりの鎖編み3目を編んだ3個目のところに引き抜き編みをします。引き抜いて、この糸は 少し長めにとって糸を切りますピンクの糸も少し長めにとって糸を切りますこの糸はとじ針で糸始末をします 今、引き抜いたところから次のところですこうなる次の鎖の形の目の上から針を入れて糸を引き抜きます あまり引きすぎないように糸の様子を見ながら後ろの目立たないところを針を通していきます。 このように後ろの目立たない部分に針を通して一回戻ったところに針を通し次の目立たないところにも針を通せばこれで大丈夫です次はピンクの糸を。 同じように裏側のところを1回小さく針を通してからあとは目立たないところを通していってください。 大体のところでで大丈夫です後ろの目立たないところを針を通しますあとは編み地を整えて糸を切ります。 編地を整えてください引き上げ編みの部分が凹凸のある編地になります色々な糸で編んでみてください最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます